さあどうも、綿貫です。今回ね、久々に海洋医学というかね、息抜きのようなコーナーなんですけど、まあ、結構前、1、2年ぐらい前にカバンの中の持ち物紹介みたいな動画を上げたんですけど、まあね、それも意外と好評だったんですけど、あのカバンね、実はね、もう半年ぐらい前かな、そのくらいの時にカバンをちょっとベンチに置いたら鳥の糞がたくさんついていて、鳥の糞まみれになってしまったっていう事件が発生して、カバンを買い替えたんですね。で、あのカバンね、そう、意外とね、見た目の割に、ね、あまり荷物が入らないことがちょっとデメリットだったんで、ちょっと改めてね、考えて買ったんですけど、それがこのカバンなんですね。これがAmazonでね、5000円ぐらいでちょっと、貼っときますけど、で、これの特徴が、で、私はね、LCC の安い飛行機によく乗るんですけど、あれはね、荷物を預けると別途お金がかかってしまうんで、機内持ち込みできる最大限のね、大きさの荷物を持っていくのが一番効率がいいんで、調べてこれ買ったんですよ。あのジェットスターとかの LCC が、持ち込み手荷物が 56×36×23 っていうのが上限なんですけど、これは 55×34×20 っていうことで、まあギリギリね持ち込めるんで、これね最高ですよね。これなんかね、そうで、もうチャックがたくさんついて、こうとで、まあ、ここで、さらに、ここここはこんなになったりで、まああとここ飲み物を入れられたり、こっち側は何もないのか、そんな感じになってるんですけど、まあね、でこれも使ってるんですけど、大変ね、大きくて荷物がたくさん入ってありがたいんですけど、これね、一つ欠点があって、大きすぎてね、こう飛行機の荷物を座席の下に入れるじゃないですか。座席の下にこう入れると、先っぽが飛び出るんで、これ先っぽが飛び出てるんで、これは荷物を座席の下に置かないでくださいって、あの CA さんに言われるんですね。なので、もうこれはあの上の荷棚に入れるしかないっていうね、それがね欠点でしたね。そう、自分、まあ、たまに飛行機が空いてる時なんかね、あのパソコン出して動画編集とかするんですけど、それができなくなってしまうと、まああんまりやんないから別にいいんですけどね。なので、まあそういう欠点もあるのかと思います。あとやっぱりでかいんで、これ単体ちょっと重たいんですよね。それも欠点ですけど、で、このカバンも大変素晴らしいんですけど、ここからがね、まあ、本題というか、まあ、これも本題なんですけど、先日の動画で紹介した富士ドリームとかアイベックスの小さい機体の飛行機、それはね、もう手荷物の制限が3辺の輪が100センチ以内ということで、これじゃ全然ダメなんですよね。それでね、ああ、じゃあどうしようかな、でもパソコン持ってきたいしなと思って、あるカバンの存在を思い出したんですね。で、それがこちらのカバン で、これ小さいんですけど、これね、もう3年か4年ぐらい前、町田に住んでた時に、町田の平和堂っていうところか、丸川っていうね、服屋さんによく行ったんですけど、そこで、どっちで買ったか覚えてないんですけど、そこで買った品で、で、これね、買った当初はあんまり使い勝手良くないなと思って、もう押し入れにずっとしまわれてたんですけど、意外と便利だったんですよね、これ。まず大きさを測ってみると、多分横が30センチぐらい、縦が40センチぐらい、40で足す30、70だから、まあ、この厚さが、30を超えなければ全然あの小さい機体の飛行機に持ち込めるってことで、で、これはね、そう、すごいのがパソコン入るんですよ。パソコン持ってきますね。まあ、ちょっとメインのパソコンを今使ってるんで、この、まあ、今普段使ってるパソコンと同じ大きさの昔使ってたパソコンですけど、そう、このカバンのすごいのが、ここの、まあ、メインの荷物を入れるところ、ここがチャックじゃなくて、これ巾着みたいになってて、でこれがつまり、これ、まあ、パソコン入れるじゃないですか、パソコン、まあ、余裕で入るんですよね、余裕で入る、もう、カバンの背丈ギリギリというか、むしろカバンの背丈より少し飛び出るぐらいの荷物でも入るんですよね。それでこう上のカバーみたいなのが、まあ、なんとか。まあ、ここでパチって止めるんですけど、これがね、ものすごい高く飛び出るものを入れたとしても、こう上に引っ張られる感じで、なんとかカバンとして成立するんですよね。これがね、すごいですね。いや、このくらいの、ね、大きさのカバンだと、こうパソコンが、まあ、入るやつは入ると思うんですけど、入りそうでね、入らないってことも結構ね、経験したことがあったんで、あ、この形がね、ありがたいなと思いましたね。あと、これね、面白いのがね、また、まあ、こう閉まってると、こう開けて、こう荷物を取り出すのがめんどくさそうじゃないですか。これが意外なのが、どこだ、ここ横にチャックがついて、これがこのメインのところにね、
通じてるんですよね。だからこっから荷物をね出し入れできる、これ斬新ですよね。であとこの横にねペットボトル入れるようなところ、ここがちゃんと左右に2箇所ついてるんで、片方傘片方ペットボトルができますよね。ちょっと試しにねこれ普段あったら便利なものがどんくらい入るかやってみますか。さあじゃあちょっとねいろいろまあ旅する上で最低限あったらいいものみたいなのを持ってきたんで、これをねどうだろう、はい、まあ、まずね多分パソコンを最初に入れて位置を安定させましょう。で大体次に入れるのが、まあ、着替え、まあ、着替えもこんなジャージとか持っていかないですけど、まあいろいろ下着とか靴下を細々入れるのも手間なんで、大体多分こんくらいの分量を持っていくとして、あれこれで結構かさばるけど膨らみます、ね、大丈夫だろう。でこのパソコンのケーブルを入れて、でまあマウスというかトラックボックスね、これを持って、モバイルバッテリーと充電予備の電池とかが入ってるやつで、まあカメラ、これも前のカメラですけど、あ全然入りますね。そうまだちょっと余裕があるぐらいで、これを巾着を閉じて止めて、であとちなみにね、あとまあこことかここにもポケットがあるんで、まあ小物類とかねここに全然入れられますし、でこう左右にあるんでここに片方に飲み物を入れて、でもう片方にねここに傘、折りたたみ傘をちょっとねパンパンになってるから傘が入るか怪しいけど、ここの横のベルトで多分ちょっとここの締まり具合を調整できると思うんで、これを緩めればいいかな。あ全然いきましたね、傘は入りましたね。全然だからあんなすごい巨大なカバンを持ち歩かなくてもこれでことが足りるんじゃないかって最近思い始めてきましたね。まあここのメインの部分が巾着になってるカバンっていうのも意外と便利なのかもしれないっていうね、まあその紹介でした。まあ一応補足ですけど、このフジドリームとかアイベックスとかの小型の機体を使っている航空会社は、まあ、この機内持ち込みはね大きさの制限が厳しいですけど、まあ預け荷物として預ける場合はね基本無料なので、まあ、機内にねいろいろ持ち込みたいって方はこういったカバンがおすすめみたいな形ですね。まあではこんな感じで私の今使っているカバンを紹介してみましたんで、カバン選びね、そろそろ次のカバンを買おうかなみたいな方はね参考にしてみてください。でこの動画はこれで以上になりますので、次の動画もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。